はい、皆さんこんにちは。またまたやってまいりました。映画の時間でございます。だけど、この映画の時間っていうのは、今回は、ね、日本の映画をやる。日本の映画。そうですよ、日本の映画。それもね、どんなことかというと、単なる日本の映画じゃなくて、やっぱりこれね、戦争映画。戦争。それをやろうかなと思っちゃってね。なぜかわかんないんだけどね、忠臣蔵の時期が近づいてくるとそうなるのか、わかりませんが。ひょっとしてハロウィンだからとかね、ハロウィンもね、もっと後終わっちゃったからね。でね、実はその話をね、してる時にね、俺ね、最近になって、屋敷鷹人の鷹人委員会っていうのをね、YouTube で見てるんですよ。それで、それで右極化してるわけじゃないんですよ。だから右も左もクソもなくて、面白いんだな、その番組の切り口が。で、日本を悪く言ってる番組が多い中で、そこだけめったくそう言うから、楽しみなんですよ。まあ、そんなわけでね、なぜか戦記物の映画をちょっと語りたくなったんで、思い出しながら、見たことないかもしれないけど、そういうのもね。戦国時代から見てるね。行きましょう。それでは、ジョリーに首引っ掛け。一本も見たことない？いや、そんなことはないですよ。なんかある？なんか、トラトラトラとか。ああ、はい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 。男たちのヤマトとか。ああ、なるほどね。あったね。見たことなくはない、ね。あのね、トラトラトラっていうのはね、アメリカと日本が作った歴史的事実を、アメリカのサイドから日本をちゃんと考えて作った映画です。すごい映画だよね。で、俺はあの映画って本当によくできてて、お金もかかってるし、日本のその特撮技術を本当駆使してね、どっちも悪くないんで、戦争自体がそういうものだっていう考え方で、どっちがあり何が悪いっていう形じゃなくちゃんと描かれてる。だからいい映画だと思った。その後のパールハーバーってよくわかんない映画あったんだけど、まあそれはどうでもいいかなって感じだね。映画としての作品が良くなかったからね。で、男たちのヤマトってのはテーマは非常に面白かったし、役者もいいのが出てたんだけど、一貫性チャチかったね。チャチかった。他のところが、あの役者のそのなんだろうね、エキストラとかひどいし、ひどい。あとね、やっぱりなんといってもね、日本がどんなに駆使したヤマトって言ったって、やっぱりアメリカのね、特撮から比べちゃうとおもちゃみたいなんだよな。そういうあれがあったね。だけど、まあ、あのストーリーもねちょっと変で、そのなんか娘っていうのはやたらなんか若くてさ、戦争孤児があんな年齢なわけない。そうなんだよね。だから要するに映画を作るときにその役者を使わなきゃいけない事情があったみたいなね。もっと違う役で使われたね。あれやっぱりタイタニックに合わせてああいうのを使ったんだろうけど、あの結局脚本がやっぱりあんまり良くなかったと思う。まあ見て面白かったけどね、大和の歴史としてはね。でね、まあそれ以外にもね、ゼロ戦も言うとかね、昔のキスカっていう映画があってね、あのキスカっていうのはキスカ島っていうのがあって、そこで玉砕して、アメリカ人がね乗り込んできてさ、それでさ占領しようとした時に日本人がうまく逃げちゃって、あの犬が一匹捕まっただけだっていうさ、そういうような話があって、でまあそんなようなね戦争映画いっぱいあるんですよ。だけどね、今回はあの戦争の悲惨さじゃなくてね、俺例えば蛍のなんとかとかさ、あんまり好きじゃないの。ああ、なんか学校で見させられたんですよ。24の人も好きじゃないの。裸足の弦なんか最低なんだ、俺にとっては。なんかよく学校ではね、原爆の映画、戦争、あのね、だから学校ってそういうもんなんだよね。やっぱりどうしてもその日教組だとかなんとかさ、まああれだけど、まあそこの批判をしてもしょうがないんでね、俺がもう特に言いたいことっていうのは、そういう映画の中で、映画の真実の中で、その映画の戦った人の側に立って、要するに戦争がいけないとか悪いじゃない物事の考え方で見れるものはないだろうかっていうことなんだ。で、この脚本、あのね、実はそういう中でね、今回ね、どうしても俺が見たい映画が出ちゃって、12月に。それが、なんとかゼロってやつなんだよ。あ、今ちょっと名前落ちちゃったよ。ゼロ。あのね、まあ、いわゆる、あの、戦争の真実をね、要するに、あの高校生、ちょっとまあ名前はまたね、これね、タイトルの時にね、なんか書くだろうからいいけど、なんか高校卒業したか大学卒業したかの子が、まあ小説でベストセラーになってるんだけど、要するに自分のおじいちゃんが本物のおじいちゃんじゃないことに気がついたっていうの。で調べてみたら、自分のおじいさんは特攻で死んでる人だったっていうの、特攻隊で、26歳でね。それでどういう人なんだろうと調べるところから話が始まってる。で調べていくほどいろんなことが分かってきて、例えばその何人もの証言者に会いながら、実はね繊細的な人だけどすごく臆病な人で、戦争の時に絶対さ特攻隊に行きながら、俺は絶対帰ってきてみんなと一緒に暮らすと言いながら死んでった人だと、まあそれがね、いろんな話をね、俺ね、あれしてるうちにね、実はそれ書いてる人ってのがその世界のその軍隊だとかそういうこともよく知ってる人で、実にその戦争がいかに悲しいか辛いかとかそうじゃなくて、美香ちゃんしてない戦争の仕方をしてるって映画だってことを知ったんで、これは見なきゃいけないなと思ったんだよね。
まあでも戦記の映画っていっぱいいろいろあるんだけどさ、今まで見てる中でさ、本当に戦争って悪いって、戦争がいけないとか軍隊が悪いとかいう映画多すぎるじゃない。あ、そうかもしれない、ね。うん、だから本当はどうだったんだろうなってところで戦争映画といっぱい見つめてみようかなと思いましたね。やっぱ実際に兵隊行ってきた人からの話聞くとまた違うからね。うん、やっぱりそういうもんだって。そうなんだよね。言われるから、うん、あ、そうか。あのだから戦争が悪いとか何が悪いとか、戦争はそういうもんだって言うんだよね。自分の周りの人を守らなきゃで、うん、そういうもんだって。そうそうそう、だから俺本当にね、ゼロ戦燃えゆっていうね、燃えゆっていうね映画があって、うん、あ、俺もう見たいもんいっぱいあってさ困っちゃってたけどさ、うん、その映画をね、なんとか自分の中で探し出して、見ることもできる。それでいろんな映画を見ることもできる、うん、ただやっぱり実際に俺たち、俺なんかサイパン行ってさ、サイパンでやっぱゼロ戦が沈んでるのを見てきたりとかさ、やっぱりして戦争体験者と一緒にやっぱりいろんな話をしてるじゃない、うんうん、で俺たちが小学校時代ってのはさ、本当戦後の時代だから戦争を否定するはずなのに、自然界の高田とか、うん、あとあのゼロ戦ハヤトとか、すごい戦争ものの漫画すごい流行ったんだよ、うん、ね、だって負けた話でしょ、だって戦争って、うん、それなのになんで流行ったんだろう。やっぱりヒーローがいて、それでね、あの弱いながもう、あのそういう武力とかそういうのない中もアメリカの飛行機をだん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 撃ち落とす、ね、そういうような話だったんだよ。でもすごいなと思うのはアメリカってそんな漫画とかそんな映画とかそういうの平気で作らせてんだよね。へー、すごいね。そうなのよ。でね、まああのアメリカでもいろんな戦争映画っていうのがあって、やっぱりあの戦争映画はドイツ人が悪いっていうのと日本人が悪いっていうのは2本作られてる。あ、うん、もちろんいろいろあるよね、うん、それは戦争だからさ、そういうふうに勝った方のはいくらでもかかる、うん、で日本は日本でいろんなのを作った、だけど結局どっちかっていうとプロパガンダで、あの戦争は悲惨だからもうやめんのやめましょうと、うん、で結局その映画を今まで見てる限りは、その戦争のね、なんか日本のそういう戦争に導いた責任だとか、うん、世界的にさ、その情けない部分のね、あの国の同士のさ、それしか浮き彫りになってないんだけど、うん、そのなんかね、一人の作家はベストセラー作家なんだけど、あの永遠のゼロだっけな、うん、わかんねえ、まあまあいいや、そんな映画、うん、でそのね作品の中でね、俺すっごいのはさ、スイスの話が出てて、永世中立国のスイスはすごい軍隊持ってて200年間戦争してない、うん、うん、それでルクセンブルグも永世中立国だけど軍隊持ってないから2回ドイツに蹂躙されてると、うん、まあそんな話が出てね、うん、で最近その映画とかそういうの見る前に、その屋敷隆司のやつを見てた時に、うん、じゃあ日本の軍隊っているのか、自衛隊、国軍っているのかって話をした時に、うん、要するに憲法9条が守ってくれるというふうな、よく言っている変な、なんと変なおばさんいるんだよね、よく騒ぐ、うん、あの眼鏡かけた、うん、ターなんとかっていうさ、ね、あのおばさんの言っているようなことは実際は本当ないんだなと、うん、やっぱり軍隊を持つ抑止力っていうのが、例えばスイスの200年にしても何にしてもね、うん、あの大事なことだなっていうことを思ったんだよ。要するに自分の方から守り抜く、うん、要するに守っていかなきゃいけない先制的な平和を自分の方から勝ち取るって安倍さんが言うような、うん、でもそれってさ、なかなか一般の人に分かりづらいじゃん、うん、だからその戦争で特攻隊を描いている人が、うん、右極化してるかどうか分からない、映画見とか小説見てないか読んでないから。でもその映画とかの中でどういうふうに描いてるかをすごく見てみたくなったの、うん、ね、だって特攻隊で死んじゃうわけだよ、ね、だからそれで何を伝えたいか、その人は屋敷隆司のね、作家の人だけど、番組の中で、あ、すっげえ真面目な話しちゃったんだよ俺ね、まあ映画だからいいやな、うん、あの屋敷隆司のね、その番組の中で結局あのどうやったとしてもその軍隊とかそういうのを肯定してる人なんだ、うん、安倍さんとも仲良いというね、うん、その人が戦争映画を書いてどういうもんなんだろう、でも戦争は正しかったなんていう映画書き方するわけないし、興味あるよね。今まで結構戦記ものいっぱい見てきて、うん、あのすごくいろんなところでもう心の中になんか変なわだかまりがあった部分がこれで解消するんだろうか。ただ役者見た時に解消したいのはすごい役者なんだけどね、だから小説じゃないとダメなのかなっていうことで、うん、2冊買ってみようかなっていう気がした。だからなんかさ、うん、アニメの方が良くなっちゃうかもしれない、うん、だからアメリカの映画で見ちゃうとさ、やっぱりバラエティ超大作で戦争を見なきゃいけないから、 それは栄光への出しだとすごいいいのあるしさ、うん、ね、それとあとなんだっけ、明日にかけられるいっぱいあるよね、うん、だけどあの今回日本のっていうところはやっぱり戦争映画は日本の方側から書いた方がまた逆に見やすいし、そこで教えられたこともいっぱいあるわけだし、うん、そうした時に今までの中で持ってたまたかまりのモヤモヤモヤってしたものが晴れる映画が12月の21日にロードショーされるらしいということですよ。すごい楽しみですね。見なきゃ分からんけどね、ただ役者だろうな、ここは絶対それだよね。日本の役者ははっきり言ってひどい、下手すぎるから、
それをうまくカバーできるかどうかっていうことでね、今日ちょっと変わったラジオマンジャックじゃないや、なんだっけ、ジョリーに組みたくなりましたが、はい、また来週ですね、はい、はい、どうもありがとうございました。じゃあまた来週、さようなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。